Rise on me お腹じゃなくどうもダムダムおじさんにむろです。どうもホイップボーイです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。 Rise on me でございます。はい、私去年結婚いたしまして、はい、もう1年半ぐらいになるんですけど、うん、未だにちょっとね、なかなか子宝に恵まれなくてね、はいはい、もう作ろうってもう結構最初からやってるんですけどね、うん、はい、なかなか難しいもんだなと思ってね。まあ1年ちょいですか。1年半ぐらい。そうだね。まあでも僕それこそ結婚するときには、うん、周りから3年かかるって言われましたからね。あ、そう、うん、3年 ?3 年かかると思って子作りした方がいいよ、だからもうすぐにでもやった方がいいって言われて、うちは一発だったんですけどね。いや、ほんと人によるなと思うのよ。まあまあ、それはもう授かりもんですからね、こればっかりは。うちはね、始めたのが俺がね34歳で、うん、ワイフが32の時からなんですけれども、うん、はいはい、難しい問題だなと思ってね。ね、うん、うん、まあ、当初はね、俺がね、ちょっと ED っていう問題もあったんだけど。そうだよ。そう。それはどうなんですか？最初はね、そこでちょっとつまずいたのはあるんだけど。そうだ。旦那の方に大きな問題があったわ。そう。妊活 ED っていうね。おうおう、まあ僕人生の中で何回も ED にはなってるんですけれども。はいはい。これがさ、子作りするってなった時に、また出ちゃってね。はいはい。妊活 ED って何かっていうと、うん、子作りしてなかった時は普通に行けたのに、うん、これがね、射精が義務になった瞬間、うん、絶対に出さなくてはいけない戦いになった瞬間、プレッシャーで行けなくなるってことがね、男性にはあんのよ。まあ、イップスみたいな状況だよね。そう。うん、ワールドカップの重圧ですよ。もう近いからね、ワールドカップ。絶対に出さなくてはいけない戦いがあるのよ。一気になんか下品な感じになるな。いや、それで、もう僕はその妊活 ED になっちゃって、はい、最初はちょっとだけやっぱ苦労した。うん、で、やろうと思ってもね、3回に1回しかいけないみたいな。やっぱもうプレッシャーを感じちゃうっていうことね。プレッシャーを感じちゃうんですよ。はいはいはい、本来の俺はとっても早漏なんだよ。とっても早いんだから。とっても早いんだからじゃないよ。もっと持たせろって思うぐらいの速さなんだから。音速の貴公子って言われてんだからさ。かっこ悪い。ほーん。ほーん。って。あっという間に。あっという間に行っちゃってるんだから俺はさ。通り過ぎたことも気づかない。そう。そんな俺が、ちょっとしたプレッシャーでもって、その ED になってしまうっていうね。うん、はいはい、でも腰振りながらさ、俺はさ、もうわかんの。うん、最中に、はい。あ、これ絶対いけないやつだーって、もう思いながら、もうやってんだけど、はいはい、うん、もう最終的にやっぱ体力が尽きて、うん、もう腰も振れませんってなって、やっぱ諦めるみたいな。うん、なるほどね。うん。もうすぐわかるね。うん、ポコチンにまず硬さが全然ないです、はい、うん。ごめんなさい、ちょっと下品な言い方しちゃってね。ポコーティンに硬さが全然なくて、はい、でもう脳みそがさ、うん、エロスモードじゃないんだよね。射精しなきゃってプレッシャーで支配されちゃってるから、うんうん、快感を感じる余裕なんかないのよ。うん、なるほど、うん、はいはいはい。だからもう自分でこれはいけないなってうすうすわかってるけれども、うん、とりあえず申し訳ないから体力の限界まで腰振りますみたいな。でも結局いけないっていう。おお、だからもうらどうしても作業になっちゃうというかね。そう。なるほどね。高校球児みたいだよね。あの内野ゴロで絶対アウトになるってわかってるけど。あの、監督に怒られるから、一塁までダッシュするみたいな。ヘッドスライディングまでする。ヘッドスライディングするみたいな。高校球児に謝れ。申し訳ない。俺のセックスと一緒にしちゃって申し訳ない。本当に。いや、別にワイフは怒んないよ。怒んないけど。うん、でも、なんつうの、その、ね、ホイップさんだけのことじゃないでしょ、この、妊活 ED っていうのはね。そう。うん、結構男にはありがちというかね。でさ、前にライスオンミーで俺の妊活 ED について喋ったらさ、うん、えらい数のアドバイスのコメントが来て、はいはい、うわ、意外とみんな悩んでたんだなっていうのが分かってね、はいはいはい。で、今回ちょっとね、その話をしようかなと思った。うん、なるね。皆さん、あの時コメントくれて本当にありがとうございました。はい、おかげさまで、うん、妊活 ED は私克服しました。素晴らしい。うん。うん。それをちょっとね、今回言いたかったんですよ。うん、
具体的に言うとね、うん、まあ、当初はかなり悩んだけれども、やった試作がいくつかありまして。ほうほうほう。で、それがね、まず一個が、サプリメントを、やっぱたくさん取るようになりました。うん、はいはいはい。まあこれは王道といえば王道ですけど、まあ、マルチビタミン、プロテインは前から取ってたんだけど、それに加えて、ビール酵母、ビタミン D、亜鉛、AV 男優セットです。取るね。取るね、サプリメント。シミケンがおすすめ。AV 男優セット。あ、でも、効果が実際にあるわけだから。まあ、これがヒットしたのかどうかわからないけど、まあ、多少こう、プラシーボ効果はあるし、まあ、取り続けてますね。はいはいはい。で、まあ、ED 治療薬も、まあ、以前から使っていたけれども、より薬が効果的に作用するように、ことの7時間前からは、7時間前からもう、食事は取らないと。ほう。いうことにした。はいはいはい。あのね、ED 治療薬ってね、ご飯食べると効果、ちょっと半減しちゃうんですよ。そうなんだ。だ空腹状態で取るのが一番望ましいとされてるわけ。はいはいはい。だから、もう胃に何も残ってない状態。うん。うん、7時間ぐらいもう開けて、そこからもう食事を取らないようにしてた。はいはいはい、で、あと、ウェイトトレーニングですね、うん。これはね、かなり効果があると思ってる。まあ、実際ちょっとやってますもんね。うん。うん、やっぱね、トレーニングすると、パキーって脳が覚醒されてさ、30時間ぐらいは性欲が上がってる気がするね。ほうほうほう、なるほどね。うん。肉体的にはすごい疲れてんだけど、うん、脳がアグレッシブになって、すっごいハツラツとするんだよ。やっぱアドレナリンが出るというか、何かしらやっぱ効果があるってことなんだね。なんか出てんだよ。だやっぱ仕事とかもやる気に満ち満ちるし、人と会いたい、誰かと喋りたい、もういろんなことがしたいぞっていう気になって、副次的に性欲もやっぱりね、上がるね。なるほど、なるほど。うん。トレーニングもかなり効いてる。はいはい。あとね、これが一番大事かもしれない、うん。これはね、発明だと思うんだけど、うん、ホイップ法ってのがあるんですよ。ほう、ホイップ法。はい、うん。ごめんなさい、ないです。今俺が流れでつけちゃいました。あ、ホイップさん、知ってます。ああ、そうですか。単純に中身を聞くために、一回返しただけで。今、子作りで悩んでる人が、急いで Google でホイップ法って調べちゃったかなと思って。ごめん。今俺ノリで今ちょっとつけただけだからね。大丈夫です。誰も真に受けてないです。あ、そう。あ、なんか始まるなってみんな思っただけで。はず。ないですなんてみんな分かってんだよ。あ、そうだったんだ。それはどういうことですかを聞いてんの。あ、すいません。はい、はい。いや、これね、俺ね、よくこれにたどり着いたなって思うの。このやり方。うんうん、はい。まあ、セックス前の数日間の禁欲、うん、まあ、これは当然としましょう。うん、このホイップ法は、うん、当日の日中にずっと AV を見るっていう方法なんです。ほう、なるほど。バカにしてる？はい、いや、暇だなと思って。そこ？否めねえ。暇です。仕事ください。ほとんどの人はやっぱ仕事してるからさ。そのまずもう、そのルール難しいじゃん。いやいや、まあ、ずーっと AV なんか見てられないよ、仕事してんの。まあ、日中じゃなくてもいいのよ。日中じゃなくてもいいの。仕事から帰ってきて、はい、18時に帰ってきました。はいはい、まあ、そっから2、3時間見て、うん、なるほど。で、就寝するのが23時とかに、うんうん、でしょ、はい、なんかラグがあるじゃん。そこ、何時間かあるじゃん。そこでいいんだよ。とにかく早めにまず見とく。そう。おう。ことの何時間か前にもうずーっと見るのよ。うんうんうん。で、これをすると、うん、脳がスケベスイッチのモードに切り替わって、うん、夜の戦で最高の状態で臨めるのよ。ほうん。ウォーミングアップが完了してるから。なるほど。で、もちろんだけど、うん、ここで自分で手でやっちゃダメだよ。まあまあまあね。うん。うん、ただその代わり苦しいよ。その代わり辛いよ。何時間も AV 見てるんですから。ガッチガチです。はいはい。まあしたくてしょうがない状況になって。したくてしょうがない。うんうんうん、悶々として、うん。今すぐ自分の手でしてしまいたい。うんうん、それでも我慢するわけよ。うんうん、正直、パンツ汚れます。びっちゃびちゃ。いらない、いらない。
そんな情報。もう、ストイックジュースで、びっちゃびちゃ。やめろ。なんだ、ストイックジュースって。我慢汁の言い方。ストイックジュースで、もう、びっちゃびちゃです。やめなさいよ、それ、信号出していくの。そして、私、我慢できずにしてしまったこともあります。そうです。耐えきれず。はあ。でも、こういうギリギリのやり方だからこそ効果がある。うん、そっからね、5時間ぐらいは、もうね、うんおちんちんは立ってないけども、うん、脳みそが高まった状態になんのよ。へぇー。これがね、禁欲してるからこそこの方法が有効なんです。なんでかっていうと、禁欲してると最初の1日2日は辛いけど、うん、3日目4日目になるとだいぶ収まって、うん、そもそも俺に性欲などなかったみたいな平行状態になっていくわけ。へぇー、そうなんだ。で、そんな長い禁欲の末に、うん、いざベッドに入って、うんじゃあこれからやりましょうって脳みそが一回起動するのにかなり時間がかかるから、うん、ダメなんですよ。なるほどね、うん、いや僕はこれちょっとホイップさんとやっぱ違うのは、うん、やっぱ性欲強いんだろうな、うん、だからそんなにこう事前なそんなこうね AV とか見とかなくても、うん、スイッチ切って切り替わるっていうかそうなんだうんでも、ね、妊活入りになるような人とかはまあそうだねいいかもしれない。そうだ、多分だから今日気持ちがこうスッと落ち着いちゃうっていうのを防ぐってことだろうから、うん、そう常にこうねエンジンをかけとくっていうことよね。そういうことです、うんうんうん、やっぱね禁欲まあ大体俺は3日4日してたんだけど、うんうん、3日目ぐらいからねもう脳からねエロの成分が一切なくなっちゃってきて、うん、1日2日目はムラムラするなってなるけどねちょっと一回落ち着いちゃうっていう状況になっちゃうねそうだから事前に、うん温めておく、エンジンを。その暖気運転で、何時間 AV を見るっていうのは、これはね、うん、おすすめですね。これがホイップ法。これがホイップ法。ベッドに入ったら2秒で発射。早い。うん。音速の貴公子。音速の貴公子。いつも通りのパフォーマンス。バカ野郎。バカ野郎。ベストパフォーマンスがワーストパフォーマンス。因果なもんですな。これがね、結構良かったかな。はいはいはい。あとはね、まあ、俺は、まあ自分が気にしいで、どっちかっていうとこう、神経の細いタイプじゃないですか。うん。ね。そうですね。本当は繊細な子じゃん。だから、バレてるけどな。本当は強くないんです。バレてるよ。だから、そういう人に限っては、本番でもだいぶ意識を変える必要があると思ってて、ワイフには申し訳ないけど、うん、自分の射精優先で、うん、自己中なセックスを意図的に心がけるようになったね。うん、はいはいはい。もう、持たせようと思わない。うん、前儀頑張ろうと思わない。うん、行ける時に、もう自分勝手に行ってしまう。うん、これを、わざと意識することで、うん、ED で発射できませんっていう事態は、はいはいはいまあ、多少防げるようになったかな。うん、これはでもね、まといてる気がします、うん。結局そこの女性を気持ちよくさせなきゃいけないとか、うん、満足あるセックスをしなきゃいけないっていう、考えがプレッシャーになっちゃうもんね。うん、そう。その枷が結構でかい人は、まあ、あえて自己中で、あるべきかなとは思うね。ホイップさんが話してることってのもあくまで妊活のためにっていうところですから、うん。そこができればっていうことだもんね。そうそうそう。そのためにはもう余分なものをなるべく削ぎ落としていくという中でのその方法。うん、そう。うん、なるほど。別にね、妊活を目的としてないんだったら別にさ、射精しようがしまいがさ、どっちだっていいじゃないですか。まあ、そうですね。うん。どちらかといえば音速の貴公子もちょっと困ったもんですもんね。そうだね。うん。あれ落ち込んじゃった。いや、落ち込んでねえし。落ち込んでねえけど。ごめんごめん、続けて。いや、いや、俺、強いから。別に落ち込んでないけど。なんかごめんごめん。いや、いいのよ。まあでも、ここまでの試作をやったとしても、うん、それでもね、いけない時は結構あってね。まあ、結構でもないか。やっぱたまにはあるね。ああ、そう。あれ、AV 見ても全然高まんないぞ。今日夜大丈夫かなみたいな。で、やっぱいざベッドに入った時に、ベストパフォーマンスが出なくて、あ、これ腰振りながら、いけないってなっちゃう時ね。はい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 、まあ僕はやっぱ、毎回言いますけど、本日はね、思い込みがやっぱこう強くなっちゃうというか、うん。
こうじゃなきゃいけないとか、うん、まあ、自分はダメだ、なんで自分はダメなんだとか、うんうんうん、ちょっとこう考えすぎ、うんうんうん、になりちゃうからの、やっぱ苦労だよね。そうだね。それはあるね。なんかもうちょっとこうライトに考えるというかさ、うん、好きな人とね、言っちゃえばこうエッチできるんだぐらい、うん、ライトな感じでやっぱ行くっていうのが、いいんだろうけど、うん、まあそうできないからこそホイップさんなりに多分いろんな努力があってね。そう、でも妊活 ED の人はそれは分かっててもなんかうまくいかないのよ。そうなんでしょうね。意識の問題というか、もう何十年のさ人生の積み重ねでできた性格だからさ、やっぱ今日だけ変えようっていう風にもなかなかいかないっていうね。はいはいはい。でもやっぱそうやってね、いけない時も結局たまにはあるようになったんだけど、うん、ちょっとここでもやっぱ変わったのがね、うん、もう潔く一旦脱いちゃうっていう風にはしたね。ほう。チンコをね。脱いちゃうの？うん。おう。一旦もうすぐ抜く。前はこれはいけないぞってなってても、うんうん、もう努力を見せるじゃないけど、頑張って腰振ってたところはあったんだけど、はい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 、もう、あ、これ今日いけないなって、感づいた瞬間にもう、うん、ごめん。ちょっと一回抜くわっつって、やめちゃうってことだ。そう。うんうん、で、まあ、横になって、うん、目をつぶって、うん、集中しながら、うん、自分で静かにしごいていくっていう。ほう。目をつぶって裸のまま足をピーンとしてベッドで自分でしごく。復帰するためってことよね。そういうことです。はいはいはい。だから、一時的な撤退なんですよ。うん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 。だから、もう、この、膣の中で発射であったり、こう、ボルテージを高めるってことはもう目標にしない。はいはいはい。なぜなら大事なのは射精だから。そういうことだね。もう、一旦抜いちゃう。うん、腰振るって、うん、これ男性しかわかんないけど、うん、結構エネルギー使うのよ。まあ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 。そうね。で、これエネルギー尽きてから射精に至るってなかなかむずいから、まだ体力が残っているうちに早めにもう一回撤退する。一回撤退して。体勢整える。体勢整える、はいはい。足をピンと伸ばします。目をつぶります。精神を集中させます。手をゆっくり動かしてしごく。気分は知る男優ですとにかく俺の仕事は射精すること。サプリメントも男優さんセット飲んでるし。男優さんセット飲んでるし。黙々と自分の手でしごきながら、はい、来い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 ってって念じるの。それ来るの？もう一層来なくない？いやいやいや、来るよ。来るんだ。来る。大丈夫。ここはもう頑張りどころです。そうなんだ。こっからが言ってみれば、行、うん、けなかった時の、もう第二陣の本番。これさ、違う。奥さんは、うん、申し訳ないけど、どう待ってるわけ、それは。固唾を飲んで見守ってるね。固い唾と書いて、固唾を飲んで見守ってる。いい奥さんだな、うん、待ってくれてんだ。そう、横で待ってる。で、俺もごめんね、なおちゃん、ちょっと、5分、いや、3分待ってくれって言って、また静かに自分の手でしごき始めるのよ。来い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 。で、なおちゃんはなおちゃん、ワイフはワイフで、うん、大丈夫だよ、つって、乳首いじろうか、つって。頼むコリ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 つって。ちょっと待って。やめてやめて。やめて。今さ、これが真の夫婦の共同作業よ。ちょっと待って。乳首いじろうか。頼むコリ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 つって。赤裸々すぎない？ねえ、俺、やだよ、ホイップ坊やが乳首いじられてる話。あのね、乳首いじってもらうとね、1.3 倍で快感が増すんですわ。これが大事。それはさ、うん、男あるあるってことじゃないから。ホイップあるあるだから。うん、俺は性感帯だからさ。そうね。あなたの性感帯が乳首っていうだけで。うん、そのエピソードいるかな。奥さんが片唾を飲んで回ってくれて、うん、さらには、うん、乳首という。乳首もいじっていただいて。握り飯も握ってくれるわけでしょ。そう。戦のために。涙が欲しいでしょ。火打ち石とか使ってね。そう。こんな献身的なワイフがいるわけよ、俺は。そのワイフの協力のもと、どん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 自分を高めていって、来い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 
ちょ、自分でローション塗れるかい？来てんのよ、今つって。あ、来た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 自分でローション塗れる？塗った塗った塗ったオッケー我慢よし、今だつって言って。で、いっけーつって出す。いっけーって言って。ね、ごめんごめん。これ笑っていいんだよね。笑って大丈夫です。すごっ。え、てかさ、ちょっと待ってよ。うん、その、自分で一回撤退しました、うん。自分の手で復旧させてる。うん、もう、射精手前まで持ってっちゃうんだ。射精手前ま、ギリギリ手前まで持ってって。なるほど。で、自分でセルフでローション塗ってもらって。うんうん、で、よしギリギリのここっていうところでガバーって言って、いっけーって言って出す。いっけーじゃないの。いっけードライブシュートーって言って。何がドライブしてんだって話だけど。なるべくストレートに行ってほしいもんだもんね。タイガーショットっつって。ああ、そう。そうか、うん。じゃあ、エレクトし直しました。うん、もう一回その、まあ、言っちゃえばセックスを楽しむではなくて、うん、もう本当にあくまでその射精行為のための時短、うん、まあ、時短というか緊急作業みたいな感じなんだね。そう。はあ。まあ本来の普通のセックスでもってやれたらベストだけど、その A パターンがダメだった時はすぐに B パターンに切り替えるのが大事。もうとにかくできないってことを防ぐためにね。うん、必ず射精はしてるという。そう。だから、まあ、その A パターンがダメだった時の B パターンの切り替えが早くなったおかげで、うん、総合的な射精率は、まあ、95% ぐらいまで、もう持っていけるようにはなりましたね。そうか、だから今日はできなかったねっていうことがなくなったという。そう。まあ、失敗してしまうあの、残りの 5% は、うん、あの、ホイップ法で、事前に AV を見てる時に、思わず抜いてしまった時と。もう我慢できねえつって。管理不足。自分でやっちゃった時と。意志が弱いよね。弱いね。うん、弱い。と、まあ、あとは、自分で、もう四国パターンに切り替えたんだけれども、うん、雑談してるうちに気分が収まってしまって。あ、雑談というか何というかね。スーッとね。そう。逆にちょっとのんびりしちゃった時とか。ああ。うん。なるほどな。いや、でも、これはでも奥さんの存在あってこそだなとも思うわ。うん。その話聞いてると。共同作業ですよ、本当に。いい奥さん持った。俺、今までで一番いい奥さん持ったねって思うわ。そうですか。なかなかないよ、自分でね、しごいてるの見ながら、乳首、肘ろっかって、うん、そんなこと言えないよ。優しい。優しいわ。コリ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 ーっつった。早いんだ、指が。ねえ、大丈夫？え？喋ってるけど。大丈夫です。大丈夫です。大丈夫なんだとしたら、どうかしてるよ。奥さんもどうかしてる。確かに。いや、大丈夫って言ったけど、ブチ切れられる可能性あるよ。どうなるかわからん。なるほどね。そんな感じでやってますね。まあでもやっぱ苦労してるということですな。そう。うん。でも、それこそさ、この間ね、ゲストで出演してもらいましたけれども、うん、石井さん。はい。二村さんの相方の石井さんなんてさ、うん、あの、スマホネックホルダーを首にかけて、スマホで AV を見ながら奥様と子作りをしたっていう。いや、さ、奥様、どういう感情なんて思っちゃうようなやり方。そうだね。でも、やっぱり、子供が欲しいっていうことの、行き着く先っていうのはもうそこまで、藁にもすがる気持ちで、皆さんがあらゆる方法を取るというね。泣き笑いだよね、もう。まあまあまあ、それはそうですよ。そう。うん、まあそんな感じでやってるから、ED は僕が解決したっていうことはちょっと皆さんにね、はいはいはい、お知らせしておこうかなと思った次第でございます。はい、はい。ということで、以上、ライスオンミーでした。ありがとうございました。ここからは楽しみ。ラララ